ドンチャリウス。ということで今回なんですけど、シュガーヒルから、23の秋冬6回目のデリバリーということで新しくアイテムが入ってきたので、紹介したいと思うんですけど、今回入ってきたのが、トレンチコートなんですけど、まあシュガーヒルではね、トレンチコート毎シーズン、型としては定番で出されてて、生地変わったりとか、まあ形もね、ちょっとテクニカルなものを出されたりとかっていうのがね、定番で出されてるんですけど、今シーズンは、はい、じゃーんということで全体的にね、結構ダークな、印象のトレンチコートなんですけど、まあ、特徴としてはまず生地ですね。生地が、これがね、光の反射で分かりやすいかなと思うんですけど、まあ、ジャガードの、ウレタンのジャガードの生地になってまして、こんな感じでね、あの生地自体、テクスチャーのこの表面自体にちょっとね、デコボコ感があるっていうのと、まあ、この生地の組成の、あの素材違いで、この光沢感の違いで、より奥行きが出てるっていう感じ。と、あと一応イメージとしては、岩壁、岩の壁の表面のね、あの、デコボコ感を生地で表現したような、テクスチャーになってまして、まあそこがね、まず一つ、面白いところかなと思います。特にね、バックの方がよりわかりやすいかな。はい、こういう感じで、かなりね、奥行きのある、生地で、トレンチコートが作られてまして、襟部分はね、あの別生地で、切り替わってるんですけど、一応これね、デタッチャブルで取り外して、まあ、あの同生地で、揃えることもできます。で、あと、変わってる点としては、袖先がこんな感じでね、裏地が切りっぱで、出しっぱなしになってるんで、ちょっとこの袖の部分とね、あの段差が生まれる感じで、裏地が、ちょっと見えちゃうようなデザインになってるのと、あと、裾の方もね、同じく、こんな感じで、裏地がちょっと飛び出てる感じで、まあ、あの未処理の状態なんで、これ着ていけば着ていくほどね、よりほつれて、なんかちょっとコードっぽい感じ、になって、よりね、雰囲気が増すんじゃないかなと思います。で、あとボタンとかは、これね、木でできてまして、全体的に結構マットな仕上がりにはなってるんですけど、逆にね、メタルパーツの部分は、まずこのウエストの部分は、これピンがない、タイプなんで、あの自由にね、締めることが、できるっていうのと、こっちのメタルパーツもね、あの一般的なものよりちょっとボリューミーなものが使われてるんで、まあこの全体のマットな雰囲気とは裏腹にね、逆にこのメタルパーツがちょっとコントラストで目を引くんじゃないかなと思います。ということでね、実際に今から着ていきたいと思うんですけど、その前にサイズ展開とお値段なんですけど、サイズ展開がまず、ワンサイズのフリーサイズの展開。で、お値段が16万円、税抜き。で、僕がね、173センチで、このフリーサイズのものを着用しましたので、参考にしていただければなと思います。ということで、着ます。はい、ということで、実際着てみたんですけど、サイズ感こんな感じです。手がね、めっちゃかっこよくないですか？この感じ。なんか全体的にね、マットで、生地、というかね、丈もだいぶ長め、巻き下けな。感じもありつつ、それに伴ってね、生地の面積も多い分ね、着てこう動いた時のこの生地の動き、まあドレープ感とかもね、よりあるのと、まあ動くたびにね、この生地自体もね、ちょっと反射で生地自体のこのテクスチャーも、より見えやすくもなるし、なんか全体的にね、超雰囲気が抜群な一着かなと思います。なんかね、ダークヒーローのこうマントというか衣装というか、そんな感じもするし、このなんか大ぶりな感じなんだけど、全体的にちょっと生地自体は落ち感もあって、なおかつアイテム自体はね、男らしいトレンチコートっていうね、その全体のバランス感めっちゃかっこいいんじゃないかなと思います。で、一応ね、全部こうやって締めることもできるんですけど、はい、こんな感じ。と、あとはまあさっきのね、あの袖の先の部分のね、この段差の部分とか、あとはまあ裾も、そうなんですけど、裾とかの段差と、あとはね、この襟のちょっと切り替わってる感じとかね、全体的にそこもね、なんか統一感もあるし、まあ、これをね、より着ていくうちにほつれてきたら、めっちゃかっこよくなるんじゃないかなと思います。ということで、ちょっと全部開けてね、着たいと思います。はい、ということで、全部開けてみるとこんな感じです。僕ね、結構開けた方が好きなんですけど、まあ、それはさておきね、めっちゃ良くないですか？この感じ。この生地のドレープ感。いいね。はい、こういう感じ。なのと、一応ね、ちょっと言い忘れてたんですけど、このベントの部分が、あのボタンでね、開閉幅を若干、調整ができます。はい、こういう感じ。このね、生地の柔らかさも相まってね、いいですね。なんか、生地の面積はめっちゃ大きめなんですけど、そこまでね、こう、やぼったさがない感じ。落ち感もしっかりあって、このね、待とうって感じで一着かなと思います。はい。めっちゃかっこよくない？これ。はい。こんな感じ。です。ということでね、気になった方は概要欄からアイテムページに飛べる URL 貼っておきますので、チェックしていただければなと思います。はい、そんな感じでした。また。